どうも、風呂場の電球が、これ切れちゃったんで、今日は、100円ショップに LED 電球買いに行きました。と、電球のことはいろいろ知らないことがあったんで、100円ショップで 選びながらネットで調べて、一応ちょっと少し覚えてきたので整理したいと思います。まあ自分用ですけど、今回切れたのがこれ、まあ白熱電球、ですね、白熱電球ですよね。 110V、 60W っていうふうに書いてあって、昨日電気つけた瞬間に多分切れたなので、もうタングステンかな、これが多分ダメになっちゃったんだと思いますね。で、今回これ見たんですけれども、これ結構いろいろあるなと思って、白熱電、なんか、100円ショップで見たときに、白熱電球っていう表記はなくて、シリカ電球と LED っていう表記があって、で、あとこの口径サイズですね、E26 っていうのと E17 っていうので、まず2タイプ分かれるんですよね。まあ、これが、この数字が、この直径ですよね。これが26ミリ。で、ちっちゃいのが17ミリっていうのが2、2、まあ、2タイプあって、まあ、でかい方が、まあ、でかいなっていうのが E26 の口径サイズだってことだと思いますよね。で、昔白熱電球の場合だと、60ワット、まあ、ここ同じなんですけど、110ボルト、まあ、110ボルトっていう表記があったと思うんですけれども、ここのボルトはなくて、ルーメンスですかね。これが60ワットの810ルーメンスっていうのが、まあ、この白熱電球の60ワット110ボルト、まあ、それに対応してるんではないかという、なんか説明があったんで、これ買いました。で、あとこの電球色っていうのも、このなんか色の違いがあと他に2種類あって、なんかすごい太陽光みたいに明るいやつと、白色光みたいのかな、なんかそういうのが2タイプありましたね。で、電球がこれ光背光タイプ、まあ、広く、照らし出すタイプと、あとはピンポイントに、照らし出すタイプっていう、まあ、2種類があったので、なんかそういうのを見ると、まあ、ここで E26 のと17で2タイプあって、あとはこれ40ワットとか60ワットで2タイプあって、で、これが、シリカ電球 LED で2タイプあるんですけど、また寿命によってまた違って、シリカだと4000時間、LED が2万時間と、この4万時間で、2万時間が、あ、違う、2万時間が200円税抜きで、4万時間が300円税抜き。まあ、4000、シリカ電球の4000時間が100円ということで、まあ、一番寿命が長いタイプ、まあ、これが100円ショップで330円、まあ、税率が10%なんで、330円で買えるということでした。なんかいろいろ、昔なんか白熱電球って言えば、なんか1タイプしかないみたいな感じかなって簡単に思ってたんですけど、こんなにあるんだなっていうのが、まあちょっと驚きでした。まあ、以上です。